大分川の河川敷中島東にやってきました。以前新店さんで紹介したお店が今回リニューアルオープンしました。大分川西側の河川敷からもほど近い場所にある中島九条コーヒー大分本店、今年2月にリニューアルオープンしました。先週は湯布院本店焙煎所をご紹介させていただきましたが、こちらの大分本店もリニューアルされたそうですね。はい、こちらにカウンターを設けて、はい、カウンターここなかったですよね。私以前来たことあるんですけど、はい、なかったです。なかったですよね。はい、であって、あと外には離れができたこと、うん、であとは2階のテラス席が、まあ、オールシーズン使えるようにガラスを張ったというか、はいはい、オールシーズン使えるようになって、もう景色も一番いい場所なので、はい、そしてビュッフェも、はい、美味しそうな料理たくさん並んでましたね。ありがとうございます。はい、金土日限定でさせていただいているんですけれども、新鮮なサラダでしたり、うん、焼きたてのパンや、サンドイッチなどを豊富にご用意させていただいています。サラダとかかなりおしゃれな内容といいますか、すごく高級感もあって、あとパンもあれは焼きたてですか。はい、焼きたてをいつもご用意させていただいています。あ、いいですね。はい、贅沢ですね。コーヒーもいただけるんですよね。はい、コーヒーは2種類、日替わりのものといつも定番のものとご用意させていただいています。どういったとここだわってますか。まず深入りの食事に合わせやすいコーヒーと、まあ、ちょっともう一つはちょっと軽めのちょっと面白いコーヒーといいますか、はい、まあ、食後とかにも飲んでいただけるような新しい発見ができるようなコーヒーを、はい、日によって、はい、チョイスさせていただいてます。朝からゆったりとこう優雅な気分で楽しめそうですね。はい、あ、いいですね。じゃあ今回は美味しそうなスイーツもたくさん並んでるので、おすすめのスイーツとコーヒーをせっかくなのでよろしいですか。かしこまりました。はい、今回は離れでいただきます。早速ご用意いただいたこちらは季節限定の桜のクリームチーズケーキでございます。とっても可愛らしい見た目ですね。はい、淡いピンク色、そしてこの断面が綺麗ですね。はい、ありがとうございます。もう春ですね。いや、美味しそう。うん、桜の風味が結構しますね。心地いい桜の香りがして、あとこうシュワシュワってする食感があるんですけど、はい、こちらはシュワシュワですか。うん、シュワシュワすか。シュワっとなんか、いや、なんかこうシュワっとこう溶けるような、クリームチーズですか。クリームチーズですかね。シュワシュワちょっと分かんなくすみません。ちょっとこうふわっとシュワっとしたスポンジ食感が、一応クリームチーズと桜あんと、まあ、ゼリーの、はい、まあ、とスポンジの4層になってるんですけど、すいません。ちょっとごめんなさい、僕が噛んで。あれちょっと。あれ。あれ。結構食感の違いがやっぱり層になってるので、はい、その食感が楽しいですね。そうですね。はい。うん。ふわっとですね。シュワっとじゃないです。桜の香りがいいですね。程よく心地よく香ってきますね。一緒にご用意いただいたのがコーヒー、はい、エチオピアのグジゲレザ農園という農園の、ゲイシャって言われているゲイシャ種、はい、エチオピア原生種の、お豆なんですけど、はい、ちょっと浅く焼いてまして、ジャスミンとかそういったフレーバー、うん、うん、ちょっとベリー系の香りがしますよ ね、はい、よかったです、合ってました。とってもこう華やかな感じがしますね。あ、はい、美味しいです。はい、心地いいこう苦味と酸味といいますか、すごくバランスもいい感じがします。飲みやすいですね。はい、すごく飲みやすいと思います。はい、後からこう華やかなこうフルーティーな香りがちょっと抜けていくような感じで、はい、美味しい。
旬のケーキとまた季節の風景とそしてコーヒーと一緒に楽しんでいただきたいですね。はい、